上空の寒気で今日の関東甲信は冷たい雨や雪で冬に逆戻りし、東京都心の最高気温は11度と2月並みの寒さとなりそうです。上空の寒気の影響で関東甲信は昨日から冷たい雨が続き、冬の寒さに逆戻りとなっています。午前10時の気温は東京都心で 8.7 度、横浜で 8.9 度など昨日から気温は横ばいとなっています。午後も冷たい雨が続くため気温はほとんど上がらず、東京都心やさいたま市は最高気温で11度と2月並みの気温が予想されています。横浜や甲府は10度までしか上がらず、真冬のような寒さとなりそうです。